平野翔ショ渡辺直美の新番組サンピープル一枚ニュート MC ハッタッグが話題沸騰 B. ファースト最新情報新曲リリース非公開で SNS が大騒ぎ2024年注目今朝の放送で紹介されたエンタメ情報にはいくつかの注目すべきトピックが含まれていましたまず B. ファーストの最新情報についてです B. ファーストは デビュー以来、数々のヒット曲を生み出し、若者を中心に大人気となっています。今回の放送では、彼らの新曲や今後の活動についての詳細が発表され、多くのファンが熱狂しました。特に、新曲のリリース日やミュージックビデオの公開が近づいていることが明らかになり、SNS 上では大きな話題となっています。ファンたちは新しい音楽とパフォーマンスを楽しみにしており、 彼らの成長と進化に期待を寄せています。次に紹介されたのは、松ツケンサンバニーの20周年記念です。この曲は、日本のエンターテインメント界において非常に象徴的な存在であり、多くの人々に愛されています。20年前にリリースされたこの曲は、今でも色あせることなく、多くの人々に親しまれています。今回の記念イベントでは、特別な、 町が,いさがし本が発売されることが発表され、ファンたちは早速購入を検討しています。この本には、マツケンさんバニの歴史やエピソードが詰め込まれており、ファンにとっては貴重なアイテムとなることでしょう。さらに、平野翔さんと渡辺直美さんの初めての MC タッグについての情報も紹介されました。この二人は、それぞれの分野で高い評価を受けており、 今回の共演は多くの視聴者にとって非常に楽しみなものとなっています。彼らが MC を務める新番組、サンピープル一枚ニュートでは、様々なゲストとの一問一答形式のトークが繰り広げられる予定です。この形式は、ゲストの新たな一面を引き出すことができるため、視聴者にとっても興味深い内容となるでしょう。番組の初回放送が近づく中、SNS 上では多くのファンが期待を寄せています。 特に平野翔さんと渡辺直美さんのファンは二人のケミストリーがどのように番組に影響を与えるのかを楽しみにしていますまた視聴者からは地方でも放送されるのかという質問が多く寄せられており一部地域での放送が確認されると多くの人々が安心しましたこのように今朝のエンタメ情報は多くの注目を集め多くの視聴者にとって非常に興味深い内容となりました エンターテインメント業界は常に変化し続けており新しい情報が次々と発表されていますその中で今回の情報は特に重要なものとして位置づけられるでしょう B ファーストの最新情報マツケンさんバニーの20周年記念そして平野翔さんと渡辺直美さんの MC 初タッグという3つのトピックはそれぞれが異なる魅力を持っており多くの人々に楽しみを提供しています このようなエンタメ情報を通じて、視聴者は日常生活の中で新たな発見や楽しみを見つけることができます。特に、今回の情報は、それぞれのトピックが持つ深い背景やストーリーを知ることで、より一層の興味を引き出すことができるでしょう。エンターテインメントは、私たちの生活に彩りを与える重要な要素であり、今後も多くの人々がその魅力に引き込まれていくことでしょう。また、 今回の情報を通じて、エンタメ業界の動向や新しいトレンドについても知ることができます。特に、B、ファーストの新曲やマツケンサンバニの20周年記念イベントなど、今後のエンターテインメントの方向性を示す重要な指標となるでしょう。視聴者はこれらの情報をもとに、自分自身のエンタメライフをより豊かにしていくことができるのです。エンタメ業界の魅力は、 その多様性と絶え間ない進化にあります。B、ファーストの新曲や活動計画について、ファンは彼らのクリエイティビティと音楽性の成長に注目しています。デビュー以来、彼らは常に新しい挑戦を続けており、今回の新曲もその一環として大いに期待されています。ミュージックビデオの公開も間近であり、ファンはどのようなビジュアル表現が見られるのか、胸を躍らせています。 彼らの音楽は若者だけでなく幅広い層に響くものでありその影響力は日々拡大していますまたマツケンサンバニの20周年記念は日本のエンターテインメントの歴史において特筆すべき出来事ですこの曲は世代を超えて愛され続けておりそのユニークなリズムとパフォーマンスは多くの人々にとって忘れられないものとなっています特別に発売される「まちがいさがし本」は ファンにととって宝物となるでしょうこの本は曲の背景や制作費は過去のライブパフォーマンスの写真などが収められておりマツケンバニの魅力を再発見する絶好の機会となりますそして平野翔さんと渡辺直美さんの MC 初タッグは視聴者にとって非常に魅力的なコンビネーションです二人ともそれぞれのフィールドで卓越した才能を持ち そのエネルギーとカリスマ性が新番組サンピープル1枚ニュートにどのように反映されるのか非常に楽しみです一問一答形式のトークはゲストの意外な一面を引き出すことができ視聴者にとって新鮮な驚きを提供するでしょうこの番組がどのように進行しどのような話題が取り上げられるのか今後の放送が待ち遠しいですエンタメ情報を追いかけることで 私たたちは日々の生活に新たな刺激とと楽しみを見つけることができます。特に今回のようなビッグニュースは多くの人々にとって心躍る瞬間を提供しますエンターテインメントは単なる娯楽ではなく私たちの感情や想像力を豊かにする重要な要素です今回の情報を通じて多くの視聴者が新たな興味を見つけ 自分自身のエンタメライフをより一層充実させていくことを願っています。さらに、エンタメ業界の動向を知ることで、私たちは新しいトレンドや流行をいち早くキャッチすることができます。B、ファーストのような新進気鋭のアーティストや、マツケンサンバニのような伝説的な楽曲の復活は、常にエンタメ界に新しい風を吹き込みます。これからも、 多くの新しい情報やイベントが私たちを楽しませてくれることでしょう。エンタメ情報を通じて、私たちは共通の話題を見つけ、友人や家族と楽しみを共有することができます。特に、今回のような注目のトピックは、多くの人々の関心を引き、会話のきっかけとなります。エンタメは、人々を結びつける力を持っており、その魅力は尽きることがありません。今後も、 エンタメ業界の最新情報を追いかけ私たちの生活に新たな彩りを加えていくことを楽しみにしていますエンタメ情報は私たちにとって日常の楽しみを提供するだけでなく新しい発見や驚きをもたらしてくれますこれからも多くの人々がエンタメを通じて笑顔と感動を見つけることを願っていますそして視聴者の皆さんもぜひエンタメ情報に注目し 自自分自身のエンタメライフを豊かにしてていいってください新しい情報をキャッチすることで日常生活に新たな楽しみを見つけることができるでしょう。これからもエンタメ業界の動向を追いかけ多くの人々に喜びと感動を提供していくことを期待しています。エンタメ情報は私たちに新しい視点を提供し日常の中で新たな興奮を見つける手助けをしてくれます。これからも 最新の情報を追いかけ、多くの人々とその楽しさを共有していくことを楽しみにしています。エンタメは私たちの生活に不可欠な要素であり、その魅力は無限大です。これからも、多くの新しい情報やイベントを通じて、エンタメの世界を楽しんでいきましょう。最後に、今回の情報を通じて感じたことは、エンタメ業界の持つ力と影響力の大きさです。音楽、ダンス、 トークショーなど、様々な形で人々に楽しみを提供し、生活に活力を与えるその力は計り知れません。今回の情報をもとに、多くの人々が新しい楽しみを見つけ、日常生活をより充実させていくことを願っています。エンターテインメントは、私たちの生活に欠かせない要素であり、その魅力は今後も増していくことでしょう。これからも多くの情報を通じて、 視聴者に新たな驚きと感動を提供していくことを楽しみにしています。